春野町産のうなぎを炭火でじっくりと香ばしく焼き、受け継がれてきた伝統のタレで焼き上げます。高知市大橋通り本池沢の店頭では、美味しそうに焼き上がった一尾3300円のうなぎのかば焼きがずらりと並び、午前中から多くの人が買い求めていました。午前1時から休む間もなく900尾ものうなぎを焼いているのは、職人の竹下哲吉さんです。うなぎ焼いてどれぐらいですか？44年。やっぱり夏をね、乗り切ってもらいたいわね、この異常な暑さを。やっぱりお客さんに喜んでもらうとやりがいありますね。そうだね、だから続いてかもわからんね。身が大きくプリッとしたここのうなぎが美味しいと、家族の分を買いに来た高校生は、もう来月36度からというのをウェザーニュースで見て、ちょっとってもうなんとか大きいのを食べて、もう祖父がすごい最近ちょっと元気がなくなってきたんで、それを食べてみんなで活力を上げて100までいきましょうっていうふうに。一方、こちらの夫婦は、まあ大体うち母がうなぎ自体が好きなので、ちょくちょくこちらのは特にお気に入りで。お母様失礼ですが、おいくつぐらいですか？93歳です。これ食べて、はい、来てください。長生きしてもらわないかな。気象情報会社ウェザーニューズによりますと、来週いっぱいは県内広い範囲でさらに暑くなり、35度以上の猛暑日が続くと予想されています。暑さを避け、スタミナをつけて夏を乗り切りましょう。